では、ソードの5を説明します。えー、ソードの5はあのリーディングの時に出てくると、ちょっとストーリーがつながらないとか、どんな風に解釈していいかわからないっていう風うに、あのよく難しいと言われるカードですね。まず、このカードの絵を見ていただくと目に映るのはこの空の風景じゃないでしょうか。こう雲がすごいなびいている。いかにも風がビュンビュン吹いているような。 激しい風が吹き荒れているような空に見えますね。で、空の状況っていうのは私たちの心の状況、心の状態を表しているっていうふうに言われますから、何か心の中が吹き荒れているような、いろんな感情で吹き荒れているようなカードというふうに入れます。そして、ソードの後は剣がいくつか転がっていて、その剣をまあ手にしている。 なんとなく悪巧みのような顔をした人が剣を持っていますよね。このカードはですね。実はあのお葬式の後。という設定なんです。後ろの方に2人ほどあの背を向けてちょっと下を向いているような人が写っていますが、これはですね。その亡くなった人たちをに対して黙祷している。あのそんな姿なんですね。そして落ちている剣っていうのは亡くなった人たちの件なんです。ただ。 もう亡くなった人の件は誰も使わないんだから俺がもらっても当然だろみたいなそういう,こうちょっとずるい考えをした人が、えー、描かれてるんですね。で実際にこのカードの意味としても聖地の意味は独占欲とかあ盗みとか物欲の塊っていうふうに書いてますがもう本当にまれに、あのー、たまにこう犯罪のような。 あの物に巻き込まれてる時とかちょっとずるいんだけど分かってるんだけどわざとそういうことをするっていう時にこういうカードが出たりするんですがほとんど例えばあの普通に生活されてる方が何かを盗むかっていうと盗まないですしあの普段からそんな悪だくみをもあの考えたりしないような人でもこのカードが出たらじゃあどんなふうに読むのってなるんですけどもうんとですね例えば。 えー、確かにちょっと想像してみてほしいんですが亡くなった人の件誰も使わない剣って確かにもらっても別にいいと思うんですね。だけど何かそこにもらってはいけないようななんかそれってずるいような欲張りのような感覚この感覚を表しているのがこのソードの5なんです,ですから日常生活の中で例えば、あのー、お忙しく。 仕事をしている中で会社員の方が有給休暇を取ろうと有給休暇を取って旅行に行きたいって思った時にでも周りの状況は忙しくてとても休みを取れないでも有給は本来取ってもいい正当な権利だけどそれを取ったらなんか周りの人から白い目で見られるんじゃないか自分だけずるいんじゃないかっていうような時にあの出てきたりするんです。 そして他にも例えば、まあ、実際にあったのはあのお子さんを抱えてらっしゃるお母さんがあの好きなアーティストのコンサートにディナーショーに行くとそのディナーショーが3万5千するするディナーショークリスマスの時とか子どもたちとかあの家族にお金がかかる時に自分だけ一人でディナーショーに参加して美味しい食事をいただく。 なんかそれって悪い気がする。そういうなんか自分だけ得しちゃってごめんなさいっていうような時に、このカードが出たりするんです。まあ、そういうこう本当に盗んでるとかっていう意味ではなくて、何かこう心がこういろんな情報でかき乱されているっていうと、一番あつながりやすいと思うんですね。この正位置と逆位置の解釈、わかりやすいんですけれども、まず正位置は、 そういう気持ちがあるなんか自分だけずるい思いしてごめんなさいでもそれは私いただきますみたいなでもそれをやりますっていう時は正一なんですただ逆位置で出るとなんか悪いかなってさっきのディナーショーとか自分一人で行ったら悪いかなと思って結局行かない旅行もなんかみんなが忙しい時に一人だけ休みを取れないだから休みは取らないっていう風に結果その欲しいものを手にしない時は 逆,逆位置で出たりするんですあの逆位置の意味のところにあの不正とか横領が発覚するっていうふうにありますが横、まあ、領を自体が起きてる状況っていうこと自体が少ないので、まあ、基本的にはそういうあの何か嫌な出来事があって結果諦めるとかやめるとかっていうような状況ですね。 まあ設定がその誰かが亡くなった後の設定なので死とか病気とか不幸損失っていう形があの逆位置の方が際立っています。ただこのカードが出たからといって死を表す意味わけではないですしその聞いている質問に対してどんなふうに心が動いているかどんなふうに悪いなって思っているのかっていうふうに読むと分かりやすいと思います。